こんにちは、ヘアスタイルです。さて、私は今京都にいます。これからホテルに向かうところです。京都丸ホテルはアマン京都。今回の動画はアマン京都 Day1。 私が泊まった部屋や温泉施設をご紹介したいと思います。アマンリゾーツは東南アジアを中心に部屋数を抑えたリゾートを展開しているラグジュアリーホテルチェーンで、日本国内では3カ所、東京、伊勢志摩、京都にあります。アマン東京については過去の動画でご紹介しております。もしご興味がありましたら、そちらの動画も見ていただけたらと思います。アマン京都はかつての所有者が織物美術館を作ろうと育んできたというひそやかな森の庭にある全26室のプライベートリゾートです。京都北西部にある金閣寺のすぐ裏、大の字の送り火で有名な左大文字山から続く丘陵高ヶ峰にあります。京都駅から車で約30分、最寄りの駅やバス停から離れた場所にあるため、私は周辺観光地よりタクシーで向かいました。ホテルの入り口にはアマンと書かれた石の看板。ここから中に入ります。入り口からメインゲートまでも結構距離があり、敷地内がどのようになっているか外からは全く見えません。ホテルに到着しました。メインゲートから中に入り、右手に見える建物に案内されます。この建物はアライバルパビリオン。ホテルスタッフが常駐している建物で、フロントやアクティビティの受付があります。京都らしいウェルカムドリンクとスイーツをいただきながらチェックインしました。アマン京都の森を含む敷地総面積は約32万平方メートル。ホテルがあるエリアだけでも約2万4千平方メートルの広さがあり、自然と見事に調和した庭はどこを見てもフォトジェニック。目を奪われます。アマンはリゾートを作る上で地域との関わりやその土地の文化を尊重しているそう。石畳でできた道は本当に歩きづらいのですが、それすらもいいと思えるほど美しい庭です。アマン京都には4棟の2階建ての客室棟と2棟のビラタイプのパビリオン棟があり、今回私が予約した部屋はホテル中央の客室棟にある楓。2階建ての2階部分にある部屋です。入り口は建物の裏手。1階と2階の部屋、2部屋共同で利用する入り口です。灯籠の上には可愛いどんぐりが置かれていました。これはアマン京都の敷地内で実際に見られる木の実や葉を、部屋にいても楽しめるようアクティビティ担当の方が置いてくれたそうです。アマン京都の客室棟には4種類の部屋があり、部屋の広さや室内は全て同じように作られています。私たちの部屋は10。早速中に入ります。部屋はベッドとリビングが一体となった横に広いワンルームタイプ。
畳の間や床の間があり、日本旅館のようです。木のぬくもりを感じる和モダンテイストの部屋で、広さは60平方メートル。シンプルで落ち着いた空間です。横一面に広がる大きな窓からは、部屋の一部分のように調和した美しい景観を楽しむことができます。部屋の設備を見ていきます。入り口には靴を履きやすいよう座ることができる靴入れがあります。入り口の横にはカウンター、上には赤ワインとあられ、おせんべい、アイスペールがあります。カウンター下、引き出しにはティッシュに布巾、コースター、ワインオープナー、栓抜き、マドラー、お皿、ナイフ。引き出し下には冷蔵庫、中にはシャンパン、白ワイン、日本酒、コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶、ペリエ、ラムネ、アマン京都オリジナルの柚子ジュースとトマトジュース、ジーモット、瀬戸内スパークリングレモン、ビール、お菓子やソフトドリンクは無料です。右側の引き出しにはグラス、日本酒用のおチョコも用意されていました。扉をスライドさせると、右側にもカウンターがあります。上には、ブラウンの電子ケトル。カウンター、茶筆の中には、急須、茶筒、湯飲み、豆菓子用のお皿。茶筒の中には、京都の宇治茶、松玉園の煎茶が入っていました。ミネラルウォーターとネスプレッソマシンもあります。カウンター下の引き出し、一番上には、ティーカップ、コーヒーカップ、ティースプーン、ミルクピッチャー、ネスプレッソのポーションに紅茶のティーバッグ、砂糖、コップに布巾、二段目には、トレーにキャンドルライト、お皿、ナプキン。ナプキンの中にはカトラリー。キャンドルライトは電池式。インルームダイニング利用時にテーブルにセッティングしてくれるそうです。3段目には、インルームダイニングのメニューなどが書いてある冊子がありました。カウンター横にはテーブルソファーセット。上には国内や海外のアマンの本。陶器や庭の本もありました。箱の中にはエアの説明が書かれた冊子と便箋、封筒、ペンがありました。部屋の中央にはベッド、ツインかキングサイズのベッド、どちらかを選ぶことができます。ツインはシングルサイズのベッドが2台並んでおり、
マットレスはスウェーデンのベッドメーカー、リュクシアーナ。医療機器をはじめ、過酷な耐久性を求められる様々なシーンに活用されるスウェーデン鋼のバネを使ったスプリングで、柔らかいのに沈まない、浮遊しているような寝心地を感じることができます。枕はシンガポールのリネンメーカー、プロー社のもの。張りがあるのに柔らかく、頭をしっかりと包み込んで支えてくれます。ベッドの横にはサイドテーブル。上には電話やメモ帳。枕元には照明やカーテンを開け閉めするスイッチ、エアコン、USB ポート、タイプ A、タイプ C 両方あります。AC 電源。逆サイドのテーブルの上には BOSE のスピーカー。こちらの枕元にも照明やカーテンのスイッチ、USB ポート、AC 電源がありました。床の間の前にはローテーブル。テーブルの上には京都府指定無形文化財に指定されている黒谷和紙の折り紙が用意されていました。アイボリー、白、紫、3枚の手すき和紙の折り紙が入っており、あまりにしなやかで美しいため、お正月に使おうと家に大切に持ち帰りました。ウェルカムフルーツの梨の横には服装支配人直筆のお手紙。こういうお手紙をいただくと、直筆の手紙の温かさを改めて感じることができます。床の間の横にはクローゼット。中にはハンガーとバスローブ。このバスローブも枕と同じプロー社製のもの。肌触りがとても良く、気に入って購入される方も多いそうです。クローゼットの右側にもハンガー。下には引き出しもあります。一段目には虫除けに衣類用ブラシ、ランドリー伝票。2段目には浴衣と柔らかいガーゼ素材のパジャマがあります。パジャマはセパレートタイプ。デザイナーと総支配人が1000枚以上ある生地見本から実際に触れて選んだオリジナルのパジャマだそうです。クローゼットの脇にある扉を開けると、土間エリアがあります。ふかふかのスリッパが用意されていますが、床暖房が入っているので、素足でも冷たさを感じることはありません。脇にある棚、上部には、予備用の枕があります。スーツケースなど大きな荷物はここに置けるようになっており、下の引き出しにはスパに行くときに利用できる草履と セーフティーボックスがありました。奥にはレストルーム。手洗いにはハンドソープやハンドタオルもしっかり用意されています。トイレはとうとう、ウォシュレット付きです。土間エリアは 2way になっており、部屋の入り口からもつながっています。玄関側にはバスルーム。奥の扉を開けると、部屋と続いていた荷物置きやトイレがあります。
洗面台、シンクは2ボール、とてもスタイリッシュです。脇には拡大鏡があり、洗面台の上にはティッシュ、ミネラルウォーター、コップ、ハンドタオル、石鹸。洗面台中央には虫除けスプレー、アマンオリジナルのボディローション、綿棒、シャワーキャップにヘアゴム、コットン、アルコール消毒用スプレー。こちらにも石鹸、ハンドタオル、ミネラルウォーター、コップ、ティッシュ。洗面台下にはゴミ箱と体重計、バスタオルが置かれていました。洗面台の引き出しには、敷物でしょうか、パッドとフェイスタオル。懐中電灯、シェービングフォーム。株式会社京都ナチュラルファクトリーのハーブ化粧水と美容オイル、クレンジングオイル。ハーブの匂いが程よく香るスキンケア用品です。化粧水が驚くほど素早く肌に浸透します。美容オイルはテカテカになるので、朝使う場合は注意が必要です。トイレットペーパー、シェーバー、ヘアバンド、ヘアブラシに歯ブラシ、ボディタオル。ドライヤーはベビリス。フランスのヘアケア、ボディケアブランドで、プロも使用する速乾性に優れているドライヤーのようです。あっという間に乾き、髪がサラサラになります。こちら側にもフェイスタオルとパッドがありました。お風呂は大きなヒノキ風呂。大人2人が並んで入っても余裕がありそうなくらい大きいです。脇にある椅子の上には、外国の方向けに英語で書かれたお風呂の入り方と、ハーブの入浴剤が置かれていました。お風呂の横にはシャワーブース。広い。両手を広げても壁に当たるか当たらないかぐらい広いです。シャワーはデンマークのボラ社製。レインシャワーとハンドシャワー、2種類あります。シャンプー、コンディショナー、シャワージェルもアマンオリジナル。ヒノキの香りがするバスアメニティで、使用感は悪くありませんでした。アマン京都では天然温泉に入ることができます。温泉施設はスパにあるため、これから行きたいと思います。スパへは浴衣やバスローブで行くことができます。アマンスパは施設内中央にあり、現在は予約制で温泉施設を利用できます。スパのレセプションで体調などをチェックした後、更衣室に案内されます。更衣室にはロッカーが10個。ロッカーの前にはベンチ。棚にはバスタオル、フェイスタオル、ミネラルウォーターが用意されています。ロッカーのすぐ横には洗面台。メイクも落とせる洗顔料や、化粧水、美容液、乳液にハンドソープ、歯ブラシやヘアブラシ、ヘアバンド、シャワーキャップ、ヘアゴム、綿棒、コットン、引き出しにはドライヤーなど一通り揃っているため手ぶらで利用できます。泉質はアルカリ性単純温泉です。シャワーは3つ。スタイリッシュですが
残念ながら恐ろしく使いにくいので、髪などは部屋で洗った方が良さそうです。シャンプー、コンディショナー、シャワージェルは部屋と同じアマンオリジナルのものが置かれています。奥の棚にはボディタオルやヒノキの桶、ここにもミネラルウォーターがありました。アルカリ性の温泉はトロトロとしたお湯の印象があるのですが、ここのお湯はそのような感じはしませんでした。柔らかく温度もちょうどいいので、とても気持ちよく入ることができます。外には内湯の2倍ぐらいある露天風呂もあり、もう天国。かなりゆっくりと過ごすことができました。ちなみに私は夜にも行ったのですが、シャワーブースは暗くて懐中電灯がないと手元が見えません。そして露天風呂は真っ暗で怖くて入れませんでした。スパでトリートメントを受ける場合には、レセプション奥にあるウェイティングルームを利用することができます。窓からの景色を見ながら静かにリラックスして過ごせるそうです。夜になりました。私たちはお腹が空いておらず、夕ご飯をどうしようか迷っていたところ、シェフからチョリソーを挟んだサンドイッチ、チョリパンをおすすめしていただいたので、インルームダイニングで一人分用意していただき、主人とシェアすることにしました。チョリパンはアルゼンチンのソウルフード。フランスパンにチョリソー、パプリカ、ピーマン、レタスがぎっしり。トマトのサルサソースで味付けされています。このままでもとても美味しいのですが、ライムを絞るとさらに美味しくなります。ポテトフライもカリカリサクサク。全然お腹が空いていなかったのにペロッと食べてしまいました。おすすめということで、私たちは値段を知らずオーダーしたのですが、このチョリパン一人前おいくらだと思いますか？答えは4,400円。さすが天下のアマン。とても美味しかったので結果良かったのですが、値段を見ずにオーダーするのはやめようと心に誓いました。アマン京都 Day1、 部屋や温泉いかがだったでしょうか？アマン京都の魅力まだまだ続きます。次回の A スタイルはアマン京都 Day2、 アマンの朝食と施設内がどのようになっているか詳細をご紹介いたします。この動画を気に入ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。